オジェルダノワ、デーン人、オジエ、デンマルク人、オジエ、デンマルクのオジエ、または、オジエルダノワ、フランス語、オギアールダノイス、オギアーデダナマーシェイは、中世フランスのシャルルマーニュ伝説の武勲誌に登場するパラディンの一人で、伝説上の英雄。短いという意味の名の、騎士先がかけたケンコルタンを持つ、オジエを主人公とした武勲誌、オジの道は、 ドーン・ド・マイアンス・ノブ君の詩軍、別称、半身の物語軍の一つに数えられ、シャルル王に歯向かう氏族の物語の一つを成し入る。特に、デンマークでは、ホルガー・ダンスクの名で親しまれ、地元の英雄とされている。この英雄が、フランス系か、デンマーク系かについては、いささか見解の対立がある。フランスでは十九世紀の変者バロアが、オジエのソエナである。 ルダノワやダーヌマルシュはデンマークはなくアルデンヌの所領に由来すると仮説を立てた。また、16世紀のデンマーク訳本は、英雄の父親、ゴーフロワを、サクソグラマティクス諸の師書にもある歴史上のデンマークを、グードリグに定めし、英雄自身は、その王子オルフであると断定している。フランスで、発見のデン王子への石像頭部については、猛詞とセファロー創印。 デンマークの石膏像についてはスカンジナビアの各説を参照。オジエが短い剣を持つという伝承は相当古く、カスティーリア語で書かれた1060年頃成立に短い剣のオジエロ、オジエロスパタクルタという二つ名だったことが記されている。オジエを主人公ととした武勲誌では、口述するようにサラセン人からこの剣と名はブロワフォール、ベフロールを入手した。 後世の脚色では、アーサー・王伝説、三軍、トリスタンで、トリスタンが持つ、箱ぼれの剣を、オジエが受け継ぎ、コルタンと命名したことになっている。ちなみに、英国の大関剣の一つは、カーペナと呼ばれ、オジエの剣と、同盟、短いの意である。日本語で手軽に読める資料に、史上役、トマス・ブルフィンチ際は、シャルル・マーニュ伝説。 第二十三から二十五章、オジエル・ダノアがある。オジエ誕生の時に六人の敵な女性たちが現れて、吉こもごもの授け物する。そのうちの先祖の一人モルガン・ルフェー、仏祭話ではモルガナが、やがてのち物語の終盤でオジエをアーバロンに連れて行き、いわば夫婦同然に同棲させる。こうした、ケルト物語的要素は、本来の武勲詩にはない部分で、 中世後期に追加された中世後期の節を参照。ともあれ、このことで、おじえは、アーサー王物語の住人の仲間入りさせられた。小竹伊佐氏から抜粋した荒じは、以下に記した。ブルフィンチ斎話とは、大筋では合致するが、斎も多い。デンダンベールドパリ作、おじえの、騎士道、チェバレリーをギアでダナマーシェ原形は十二世紀だが、 伝わる作品は13世紀初頭は約1万3000行に及ぶ部君詩で全12詩編に分けられている。第一詩編、全3109行はおじえの青少年期の部とも言えるが、おおよそ次のような筋書きである。比べて400行弱と極めて短いが、重要な展開の部分。シャルロ王子がおじえの息子ボードアネットとチェス将棋を指して遊んでいたが、大手積み。 チェックメイトを宣告されてカットな将棋盤で相手の頭を叩き割ってしまう。息子の変わり果てた姿に憤慨したおじえは棒切れを振り回して王子を追い回す。王は金銭で解決しようとするが、おじえは王子の命で償ってもらうと譲らない。おじえは追放の身となり、パビア国のデジエ、史実のロンゴバルト国王とされる耳を寄せる。この後、 追悼しようとするフランス王軍を、おじえが散々に翻弄する。おじえは、ローヌカー沿いの、シャ、ス、テルホールに画像をえ、マンゴネルなどの大型兵器で攻撃されても、従者、ベノワが、キリシア火薬で対抗するなど、痛快に立ち回る劇が語られる。しかしそんなおじえも、やがて捕らえられる。5人分の食欲がある、この囚人に対し、毎日パンを4分の1と、 水で薄めた怖いに一杯しか与えませんから、と言って、トゥルパン司教が、その監視薬を買って出るが、その実とクライパンを焼かせ、巨大な銀杯を調達させても字通りその四分の一、だけを与えて、存分に養った。七年が経ち、おじえの髭も白くなったが、二の腕や首筋は、まだまだ太かった。この展開で、第九四編。 第9796から1040行が始まる。第9支編はここで終結するが、弊社バローアによれば、詩人ランベールが書き綴った、神聖の部分はここまでで、残りはより後年に書き足されたものだという。だが、第10詩編では、おじえは、実際にブルイエと戦う。相手は途中で急戦を超い、亡きキリストを、聖墳墓に納棺する前、 その意外に塗り込めたという塗り薬を使って回復した。血統が再開し、おじえの馬ブロワフォールは悲しくも殺されてしまう。だがおじえは応酬し、相手を打ち取って新たに坊さん、マルシュバレーという馬を得る。この後、おじえは、ル英国王の王女を救助するが、この王女と結婚し、シャルル帝からエノ王州とブラバント州の領地を与えられた。 英国王女と夫婦になったという作り話は、その後、おじえがの父親になったという言い伝えへの布石のようである。死後、おじえの遺体は、従者、ベノアと共に、前述孟子の僧員に安置されたという、孟子とセファロー創員。後年、古い部君主の第一支編の部分を拡張して、1300年没が、おじえの青少年期を試作した。北欧でも、おじえの、 岸道の第一詩編に禁じするテクストが10世紀にコノルド語の三文に本案されて、週の第三詩編、オットゲルダンス期として収録された。内容は小竹伊佐氏にほぼ近いが、エンディングが独自の顛末になっている。また、おじえの青年期はフランコイコールイタリア語にも翻訳された。は、我々、後世に伝わらない。 バージョンのオジエ伝を使っていたらしく、その著書、歴史の巻には、オジエがケるとか、アーサー王伝説のあやかし猫キャスパリーグと戦ったというつてを記録する。オジエの伝説に上述したようなアーサー王伝説が絡められるようになったのは、この頃で、まずは、武勲氏を中核に、オジエのアバロン行きなどの物語を書き加えた、アレクサンドランリンツ1二音綴りで二万行に及ぶ。 フランス語の詩文ロマンスが登場したが、これは、エル・アーセナルに9 8 5写本や、国際式の挿絵で有名な、に収められている。印刷機の発明後、アレクサンドラン・インディッツ氏と同様な内容のフランス三文役、オジエ物語が1498年にパリで出版された。以後、何度も再版されて広まった。オジエは、 アバロンの戦場モルガンとムールバンという名の項を受けたとされていてあまり知られていないがローマンデ・ミュー・アービン、フィス・ディー、オガール・ダ・ノイスも出版されてお、ここではムールバンのコーリアンが白鳥の騎士の祖先とされている。イタリア語では例えば1432から1484作のモルガンテ第一首相17施設でオルランドがデエンジン打ち得り、 イコールおじえの妻、エルメリーナから聖剣、コルタナとメーバロンデルを、カンラって言ってしまう、この詩の冒頭部分は、バイロン教が、モーガンテマジョーレの代で英訳している。猛詩にかつてあった聖ファロー総員には、霊病があり、聖オトゲル、オトゲリウスと、聖ベネディクトが横に並んだ、行画像を蓋に配した石棺に、両聖人の遺体が収められていた。でも、 おじえとその従者ベノアガコの僧院に営民することになっており、彼らと二聖人を同一視する伝承があった。この霊廟の差し絵は、ジャンマビオンチョの聖ベネディクト修道会聖人殿に折りたたみ、ページとして差し込まれている、右の図三章。おじえとされる聖人の仰ぐ。僧院は1751年に取り壊しにあったが、1874年に、 霊病のものと思われる伝、おじえの頭部が発見された。これは、頭部と上京の聖ベネディクト修道会聖人殿の大画像の要望を比較してその決に至ったとされる。頭部は現在はが所蔵。北欧では、オットゲールの佐賀が写本に残された時代を経て、近世になるとが、パリ大学に在学中に、フランス語三文、おじえ物語の印刷本。 デンマルク人オジエ、オジルダインスを求め、帰国後デンマーク薬本を1534年にホルガー・ダンスク年代記として出版した。このことにより、オジエ伝説がデンマーク民間により広く伝播した。この時ペデルセンは、オルガー・ダンスクは、実は、デンマークの王子で、ゴトリク王の息子だとしている。サクソグラマティクスのデンマーク人の辞跡などによれば、 ゴトリク王の息子の名はオーラーブであるが、それと同一人物だと説明した。デンマークではさらに、アンデルセンの童話や、のオペラに、デンマーク人ホルガーがあり、またの死にが曲をつけた歌も知られている。ヨーロッパにはなど、ホラー穴の眠れる巨人や英雄が、国の有事に復活するという伝説があるが、デンマークでもそういうした眠れるホルガーダンスク伝説が、出現し、とりわけ、 ペデルセンの郷土ヘルシンガー市にまつわりつくようになったと言われる。この都市の某ホテルがホルガーの銅像1907年を制作依頼し、その石膏型をクロンボー状の方角に置いたところ、そちらの方が一躍有名になった。しかし、石膏像は湿気で劣化を起こし、1985年以来コンクリート像に置き換えられている。 第二次世界大戦中は、ナチスドイツの占領に対するデンマークの抵抗分子が、ホルガー・ダンスクの名で、レジスタンス運動を行った。オジェルダノアは、トランプのスペードのジャックの人物とされる。アメリカの作家、ポール・アンダースンの、魔界の紋章もオジェルダノアの伝承を下敷きにしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。